タイラマサゴリン、連覇のハブに韓国メディア、フィギュア王子、ショーン王子よ、ネットも賞賛の声あふれる。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2018年2月17日、複数の韓国メディアは、タイラマサトキゴリンフィギュアスケート男子シングルで2連覇を達成した羽生譲を、フィギュア王子と称した。ハブは17日。 エバラ道の合流アイスアリーナで行われたフィギュアスケート男子シングルのフリーで206、17点を出し、前日のショートプログラム、111、68点と合わせ総合点317、85点を記録、五輪に連覇を達成した。同競技での二連覇達成は、1948年のサンモリッツ冬季五輪と、1952年のオスロ冬季五輪で金メダルを獲得したディックバトン。 米国 C 以来66年ぶりとなる。銀メダルは宇野昌磨、銅メダルはスペインのハビエル・フェルナンデスが獲得した。韓国のチャ・ジュンパンは総合点248、59点、ショート83、43点、フリー165、16点で15位だった。この報道を受け、韓国のネットユーザーからは、彼の偉業を素直に称えよう、素晴らしい滑りだった。おめでとう。本当に素晴らしかったなど。 ハブの演技と五輪に連覇を称賛する声が多く寄せられた。翻訳、編集、三田。羽生譲るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平正オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。